こんにちは。先週私はカメラ機材の祭典 CP プラスへ行ってきました。パシフィコ横浜は去年暮れに行ったキャノンエキスポ以来ですね。半分仕事名目、半分趣味の目的で行ってきました。いろいろなメーカーの出展があってとても楽しかったですが、今回はその中でもカメラバッグなどで最近どんどんいろんな製品を出している PGY テックの商品紹介と CP プラスでのブース映像を少し紹介していこうと思っています。今回私が購入したのはこちらの PGY テック15ドローストリングバッグという巾着型のポーチです。カメラ系のバッグでこういった巾着ポーチは珍しい気がします。レンズなど1本程度収納可能なポーチなんかはあったりしますが、こうやって中が仕切られているカメラバッグのような機能性のあるもので巾着というのはなかったように思います。15ドローストリングバッグにはカラーが2種類あって、フォレストグリーンとこちらのアイボリーがあります。実は似たシリーズで15クラウドバッグというこちらの素材が合皮のような見た目のポーチがあり、そちらはブラックのみで S サイズと M サイズがあって、こちらの間口の作りが少し違っています。こちらの15ドローストリングバッグはサラサラとした感触で防滴性に優れているようで、多少の雨くらいなら濡れても大丈夫な感じですね。間口も広くて物が取りやすいですし、巾着を閉じなくてもマグネットで簡易的に閉じてくれるので使い勝手がとても良いです。少しユニークなのはこちらにエアタグの隠しポケットがあることです。最近は小型カメラといっても価格的には高級な部類のカメラもありますし、防犯対策も必要なことが多いので、こういった配慮があるのは嬉しいところですね。それでは開封と CP プラスでお邪魔した PGY テックのブースの様子をご覧ください。
いかがでしたでしょうか。 CP プラスで見た PGY テックの商品はユニークな製品も多く、そうそうこういうのが欲しかったみたいなアイデア商品が多数ありました。特にデザイン性にも配慮されていて、従来の見るからにカメラバッグみたいな無骨なものばかりではなく、カジュアルに普段使いできるものも多くラインナップされています。三脚グリップやカードリーダーなどもなかなかユニークなものがありますので、そのあたりも注目です。今回購入したワンゴードローストリングバッグはカメラリュックとの併用にとても便利です。リュックをメインとして使っているときにサブバッグとして使えるところが気に入っています。移動中はリュックに入れておいて、撮影スポットではこうやって肩掛けをしておくと ND フィルターなどの小物を取り出すためにリュックへのアクセスも減らせます。散歩程度の外出にもちょうど良い大きさですね。気になった方はチェックしてみてください。今回 CP プラスでは様々なインフルエンサーの方たちとお会いしました。その中でもご挨拶させていただいたのはミッチーブログのミッチーさんや、ヒカルのノースランドのヒカルさん、そして活動範囲がとても近いユウスケの悠々自適チャンネルのユウスケさんとお会いしました。ユウスケさんにはソニーのクリエイターズキャンプの参加者用のラウンジに一緒に連れて行ってもらいました。そこでいろいろな方とまたお話をさせていただいたので、とても良い経験になりました。ありがとうございました。またこういった機会で様々な出会いがあることを願っています。このチャンネルではカメラやオーディオなどの趣味や、私が本業としている IT のお役立ち情報などを発信していこうと思っています。少しでも気になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバイ。